実質サインイムネナリは台湾の漫画家。ウェブコミックのプラットフォーム、総意漫画大乱闘管理人で、東園市に拠点があるゲーム会社のミライスウイが社内に設置した漫画部門で商業コミックに進出すると2009年のデビュー作、馬子氷にや、名戦の区で国内の漫画賞を獲得するなど、台湾漫画界で頭角を表している。その後も、 未来数位漫画部門が拡大した漫画スタジオを拠点に活動を展開しているが、商業雑誌進出後もファンシーフロンティア開拓、同漫載などの同人即売会への参加は続けている。台湾でのネット上の話題について調査分析、ランキングを行うオンライン調査サイト、ベイリーバモールン度計による台湾の漫画家ランキングでは主要獲得している。1八十二年、 新築で出生、その後台北県三境鎮で育つ。高校在学中の2000年から自身の創設したウェブコミックプラットフォーム、創意漫画大乱闘で短編、長編の連載漫画や4コマ漫画、ショートフィルムを創作していた。2007年、馬鹿条約後に新朝から大日本帝国へ活上される前の台湾を舞台とし、 台湾発火人の抗日英雄暮れゆきょうを主人公とした作品、八景山を発表。外国人に土地を強奪される台湾人の悲哀を描いた台湾映画、1895のコミカライズとも言われ、3年がかりでの大作となった。2009年、漫画部門へ進出した、未来数くらいで地震初の商業漫画となる、馬高降臨を発表。沈水編と、 バエー級をモデルとした政治家の闘争を扱っている。二人の他に実在政治家30人以上がモデルとなっている。台湾最大の同人即売会イベントである第14回ファンシーフロンティア開拓同漫サイトオンラインで単行本を同時発売。事前にマスメディアの報道で露出していたため多くの関心を集め FF でも注目された。この作品以降、 風刺漫画家としての作風を確立。翌2010年の短編集、AV 端子では、台湾の風俗産業を扱っている。独立した四部作だが、風刺的表現で一貫している。前作、馬高降臨の影響で2月の FF15 でも、セールスは好調だった。同年の連載単行本、名戦録では921大地震後の台湾社会を扱った。 地震後に跋扈する妖怪退治のために台湾警察が結成した黒日チームの超能力の使い手である主人公陳柏恵比寿が中華圏の伝統的守護神マソと同性同盟の少女林木娘と行動を共にする物語。いわ在学中の2000年から構想していた。主な舞台は日北市三郷区で地域色が強調されている。 総派は同年末の五直轄市地方選挙、台中県市、台南県市の五都市が舞台で広しあと広し緑の政治闘争が繰り広げられる各都市を萌え擬人化している。馬高氷を受け継いだ作風がまた注目を呼び、10月30日に台北市内の金井市道書店で初版が発売された。長役、大道萌え会は新潮末期から 中華民国初期を舞台に、孫文がモデルとされる、主人公、孫、が、中国全土で革命を進めていく物語。FF19 で発売された。新世紀国軍戦士は4コマ漫画で、自身の兵役生活をもとに、中華民国国軍を風刺している。折しも、発売前に軍が、高中級事件を起こしたため、作品が時事を連想させたのか、販売会場となった。 f f 二十二では活況だった。六と、総派は元総派の続編で二千十四年中華民国統一地方選挙を題材に直轄市昇格を果たした投園市に加え、他の地方県市も萌えき人化して一斉に登場している。十月の p f 二十一で販売開始。割れ的委員長勇者まもは国民政府軍事委員会委員長小介析を主人公とし、 美少年化された小介析が北伐を指揮した事跡を描いている。オンラインの l i n e w e b t o n で発表後、2015年に単行本が出版された。蔡英文を主人公とする破壊光栄を出品した未来数くらいのブース。破壊光栄はこの年に就任した中華民国総統、蔡英文をヒロインとし、バイエ Q 聖時の8年で起きた様々な事件を取り扱っている。 蔡英文が美少女として描かれただけでなく、抱き枕が初回特典になったことで話題となり、FF28 の販売ブースは活況だった。蔡英文の萌え家については、日本の大和田秀樹も、破壊光栄と同じく実在の政治家がバトルを繰り広げる、麻雀漫画無駄相もなき改革作中に、女子高生の設定で登場させている。破壊光栄上司後、 蔡英文から作者の意に中華民国総統府への招待状が届き、ネットでは国安局の出動官と噂された。2016年11月23日、未来数位漫画部門が発展した社内スタジオ、総満工作室に公案にし、三色棒、紅豆子などの同業者と共に所属。漫画出版と同人活動、社外提携。 海外展開に注力しているほか、スタジオからパンツ券でジャンプスクウェア新人賞を獲得した漫画家コインなどを輩出するなど、更新育成にも取り組んでいる。2017年11月24日、神田かカラホー、左ガ谷、アクルーなど数名の台湾人漫画家と共に訪日、東京で開催されていた海外漫画フェスタ2017で、 コミック型バルト主催ライブドローイングに参加したり、台北中日経済文化代表どころで座談会を行っている。作品の宣伝を兼ねて、ユーチューバー的活動を頻繁に行っている。台北、西門町の林木娘看板2017代北、ランタンフェスティバルの林木娘歌詞、林木娘は、名戦録に登場するヒロインキャラクター。2012年、 未来数位とサイモン町のコラボレーションで街のイメージキャラクターとして起用されることになった。翌年、正式に看板が掲げられ、台北天候宮と未来数位は臨木娘の五夫を展開した。2014年1月、日本の電子書籍レンタルサイト、レンタで名戦録日本語版の流通を開始。日本の電子書籍プラットフォームで初めて登場した。 台湾の作品となった。2015年8月、日本の著名なフィギュア原型師である、宮川武史とのコラボレーションが実現し、林木娘フィギュアが登場している。2015年10月、リアリティファンタジーにも K 点で、未来数くらいと開拓、同漫祭が林木娘フィギュア制作コンテストを共同開催、30作の入選作品が発表。 期間中に展示された2017年2月、台北ランタンフェスティバルで林木娘が華奢に採用されたが、その出来栄えは、実物とはほど遠く、ネット上で、邪神と酷評されるありさまだった。原作者の意はこれを7時間かけて、自身で修正することにした。この時に、得意のパロディを活かして、自らを、匠と称し、大改造。劇的。 b フォーアフターの OP 曲、インスクルータブルバッドを用いたドキュメンタリー仕立ての動画、超級全能二次元改造王を制作、シェアしている。林木娘は台北ランタンフェスの目玉となった。その後、キャシャに対しては中華語分教育促進協会のフォーラムから神聖な魔装、AV 女優に仕立てた、蔡英文政権は日本を美化しているなどと名指しの批判を受けたが、 逆に市民から、林木娘から、AV 女優を連想するほど、教会のメンバーは、普段から AV を鑑賞しているのか、と批判されることになった。5月には、中華食房兄弟、エレファンツとのコラボレーションで球団を扱った、短編漫画、アフター1029を発表。同年末に、平東県で開催された、平、東道万説では現地を訪れ肝へ創意系列の、 同県ご当地キャラクターと共に作品が特別展示された。2018年メディアミックスとしてソーシャルゲームクイズ RPG 魔法使いと黒猫のウィズともコラボレーションしている。また、台南市の萌え米プロジェクト天日平安米のイメージキャラクターとしてパッケージデザインに使われている。タイトルはべて反対アザ表記。リメイク版創意漫画大乱闘に関するカテゴリー。 ありがとうございます。